どうもこんにちは、ジュウです。今回から本日発売のルイージマンション 2HD やっていきたいと思います。こちら2013年に Nintendo 3DS で発売されたルイージマンション2のリマスター版ということで、こちら11年も前のゲームなんですよね。ということで早速やっていきたいと思います。はい、ユーザーはちゃんと俺のですよ。ファイルが 1,2,3 ありますが、まあ1でやっていきましょうか。はい、ということで、過去にね、ルイージマンションのシリーズはゲームキューブの1と 3DS の2、そしてスイッチの3とあるんですが、ルイマンシリーズ実はやったことがないんですよ。ということで、ルイマンシリーズね、2も含め初見の気持ちでやっていきたいと思います。まあ初見だけどね。ということで、お、大山博士、大山博士がまたなんか研究してますね。まあ時系列的にはまああれかな、やっぱり1の後だと思いますけれども、おお、これやっぱりこれ博士の研究によってこれお化けに懐いてるのかな、これは。お、そして今誰か遊んでいた人がいたぞ。お、なんだ、月みたいのがありますか。出たー、キングテレサ。そう、キングテレサってもうルイージマンションと他のシリーズによって結構違う見た目があるんですけども、おお、待って、月がなんだ、なんか分解してバーって落ちていきましたけれども、これは何なんでしょうか。え、あ、待って、え、月の力によって、あ、そういうことか。これ月があれ、かけらとして分解になったから暴走したんだ。わあ、そういうことか。待て、あー、小山博士に攻撃されかけていたんですけれども、おー、ルイージマンション 2HD 始まりました。待て、 3DS でもこういう始まり方するのかな、多分。お、来ましたよ。ここが1の時にあれかな。お、そしてなんだ、テレビが、なんかテレビが勝手についたぞ。待て、もしかしてよからぬこと起こったりしねえだろうな、これ。え、おお、待て、テレビに触ろうとしてるけど、うわー、大変じゃー。まあそりゃ驚くよ。おば、やばいやばい、何が、お化けたちが急に暴れだし、うん、そこに座って何をしてるんじゃ。いや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 、お前が驚かしたんだろうが。いやいや、それどころではないわ、君の助けが必要なんじゃ。またなんでルイージにお願いするんだよ。すぐにこっちに転送してやろう。何、これもなんかの説明なの。転送してもヌガちゃんフェーフェー。あー、何、急になんかブロックみたいな、ブロック、ピクセルみたいなのが映っていますけど、あー、結局来てしまったか、ルイージは。おお、急な尻もちをついた。なんだ、え、おお、なんか悲しそうだね。まあそりゃ2001年から2013年、これ原作となると12年も空いてるんですよ。実は来てくれたか、ルイージくん。なになに、わしが強引に連れてきたじゃと。いや、そうだよそうだよ、だってお前が勝手にそうしたんだろうが。ふえふえふえ、そんな小さなことは気にしても仕方がないわい。いや、仕方なくもないんだけど。とにかくまた君に会えてとても嬉しいぞい。ちょっとルイージの顔よ、ずいぶんと久しぶりだが元気にしとったか。そう、これリメイクを除いてね、これ12年ぶりなんですよ。1年から13年において、わしか、わしは相変わらずお化けの研究を続けておったぞい。そうなんだ、君と初めて出会ったあの事件の後、わしはお化け学の権威になったのじゃ。お化け学ってなんだ、そもそも。どうじゃ、すごいじゃろう。すごいのかわからんが。おっと、そんな世間話をしとる場合ではなかったの。スクリーンを見るのじゃ。あれはダークムーンと呼ばれる物体。このダークムーンからは常に特殊なオーラが発生しているようでな。あ、これダークムーンなんだ。だからさっきあのダークムーンのあのかけらがバーってなったのかな。どうやらそのオーラにはお化けをおとなしくさせる力があるようなんじゃ。あ、これが全てあったから、これ
おとなしくなってたけど、これがなくなったから暴れ出したんだ。やぼやぼ。ダークブーム使うとお化けたちの関係、それを研究するためにわしはこのオーバー渓谷にやってきたんじゃ。ここでの研究は全てが順調だった。ところがじゃ、突然、なんか、おとなしかったお化けたちが暴れ出しちゃったんじゃ。さすがのこのわしもみんな危険を感じての、この安全なベースラボに逃げてきたというわけじゃが、ここまでは理解できたかの。ちょっと何言ってるかわからんと決まったが、ふむ、話を続けるぞい。どこまで話したかの。いやいやいや、お前が忘れてどうすんの。もうそうじゃ、逃げてきた後の話じゃな。わしはこのベースラボに逃げてきた後、この渓谷で何か起きたのかを調べてみたんじゃが、なんと空に浮いておったダークブーンが消え去っておったんじゃ。消え去ったの。その上、オバ渓谷全体を覆う不気味な霧まで発生しておった。あ、これ霧も発生してたので、この霧が一体どこから湧いてきたかわしにもわからん。じゃが、この霧からは何か不吉な力を感じるんじゃ。また気味の悪い霧じゃわい。それとお化けたちのことだが、てか話長くね。キャツアが急に凶暴になったのもダークムーンが消え去ったことが原因と見て間違いないじゃろう。ウィージ君、何ですか。お化けたちをこのままにしておくわけにはいかんぞい。キャツアのことだが、このまま放っておけばこの渓谷を飛び出して世界中で暴れ回るかもしれん。それは大変だね。そんなことが起きていれば世界は大パニックじゃ。そう、レッドな。何、心配なことはそれだけではないんじゃ。もしもこのままダークムーンの行方もわからず、お化けたちが世界中で暴れ回ることになれば、せっかくのわしの研究成果が全て無駄になってしまうかもしれん。それは大変だ。何があってもわしの研究成果が無駄になることだけは防がねばならんぞい。わし、お化けの研究はわしにとって命の次に大事なものだからな。ふえー、やっぱり命大事なんだ。そしてお化けのことも大事なんだね。あ、何だから何ご本話を戻そう。なんだ。お、なんだこれ。これを見るんじゃ、ルイージ君。これさっきのダークブーンのかけらじゃない。わしがここに避難する途中で偶然見つけたものじゃ。よく見るとダークブーンの一部のようなんだが、妙なエネルギーに汚染されているようでの、それによってダークブーンの特殊なオーラが抑え込まれているようなんじゃ。ちょっとこれ初めて知ったな。しかーしじゃ、ルイージ君、この状況をただ指を越えて見ているわしではないわ。この汚染されたダークムーンのかけらをきれいにするマシンを作ったぞい。そんなもう、ゴシゴシビートブラシー、略して GB じゃ。あ、ゲームボーイね。この GB でかけらを見かけば、きっと元の力を取り戻すはずじゃ。早速試してみよう。何？おお、何これ。もうパッと見レコードなんだけど。おお、これでもう勝手にきれいにしてくれた。すげえ。あ、ここで少しは霧が晴れたという感じかな。おお、あ、よく見たらゲージが溜まってるぞ。ふえふえ、よくやったぞルイージ君。妙なエネルギーは消え去ってるようだ。いや、何もやってないよルイージは。何やってるの、様子がおかしいの。どうなっておるんだ。ちょっと待っておれ。ベースラボのレーダーで、バーキークの様子を見てみるとしよう。ベースラボ。あ、何かある。じゃあ、とりあえずここで A を押す。ん？何？なんと、この周りにあった霧がなくなっておる？少し分かってきたぞい。これはダークブーンのかけらの力に関係しているに違いない。ダークブーンのかけらの本来の力が、この不気味な霧を消し去ったのじゃ。ということはじゃ、このダークムーンのかけらを全て集めれば、この渓谷の問題を一気に解決できるはず。いや、そう簡単にはできないと思うけど。よし、目的がクリアになったところで、ルイージ君、君の出番じゃ。なんでルイージがしないといけないの。すまんが、わしの代わりにダークムーンのかけらを探してくれんかの。わしか？何？もちろんわしが自分で探したいところなんじゃが。いや、だったらそうしろよ。このかけらを拾おうとした時に腰を痛めてしまっての。どれだけ腰が痛いんだよ。あいたたたたたた。この椅子から離れなくなっちゃうんじゃ。いや、さすがに嘘いな、嘘っぽいな。まんの、それにじゃ、何？ダークモンを元に戻すまで、
戻すまでは君も家には帰れんからの。なんでそんなことすんの。早く家に帰りたいならさっさとダークムーンのかけら集めるしかないぞい。なんでそんなことしないといけないの。危ないぞリーチ君。何、どこを探せばいいのかじゃと。そうだよそうだよ、これがないと目的になんないよ。さっき霧が晴れたあの場所を裏名写真に行ってもらおう。エースアボのレーダーは汚染物を探すための、つまりダークムーンのかけらを探すための機能も備えておる。なんとレーダーはあの屋敷からダークムーンの反応を探知しておるのじゃ。ちょっとルイージがっかりしちゃったよ。早速そこに行ってダークムーンのかけらを回収するんじゃ。やってくれるなルイージくん。もう分かったよ、じゃあやっていきましょうか。あ、裏名刺屋敷 A-1 オバキューブを探せ。屋敷にあるオバキューブを探し出すんじゃ。ついでに屋敷にいるオバキを何匹か捕まえてきてくれ。捕まえてきてくんのか。ちなみにこれが裏名刺屋敷っぽいですね。じゃあ行きましょうか。なんだ、体が震えておるじゃが、まさか怯えておるのかの。だってワンの時点で怯えてるもん。相変わらず弱虫かの。早速だがルイージくん、今すぐにでもダークムーンのかけらを探しに行ってもらいたいんだが。何、困ったことにお化け国の至るところでお化けたちが暴れ回っておるようでも。さすがの君でも素手ではお化けたちにかなわんじゃろうがな。しかしはルイージくん、わしが発明したあれさえあればお化けたちをキリキリ前じゃが。キリキリ前なの。今ここでその道具を渡したいところなんだが、わしとしたことが何、逃げることに必死で屋敷に忘れてきてしまったわい。なんでそんなことすんの。すまんが取ってきてくれんかの。その代わりと言っちゃなんだが、屋敷に行ってもらう君にプレゼントじゃ。なんだ、なんかくれるの。お、なにこれ、 DS っぽい画面だ。これはわしが作り上げた通信端末、その名もどこでも喋れーる。そのまんまだな、通称 DS じゃ。あ、やっぱり DS か。マップを見たりわしとおしゃべりしたり、その機能は様々じゃ。それくれるんだ。じゃあこれはもらっておきましょう。うわぁ、懐中電灯だ。それとハンディライトも忘れずにな。これで暗がりを照らすと良いぞい。あ、一応まずはハンディライトだけか。どれどれ、 DS の通信テストをやってみるとするかどう。なんだ、あ、なんか音鳴ってるぞ。待って、今あのジョイコンもなんか反応した。 HD 振動が来てるね。よし、問題なく通信できるようだな。早速マップデータを演奏しておいたぞい。重要な場所にはマークをつけちゃうの。こまめにチェックじゃぞ。あ、そうか、これ 3DS だからな。これもともと多分マップでは下画面だったと思うよ。確かお化け退治の道具はその部屋にしまっておったはず。まずはその部屋に向かうんじゃ。わかったかの。よーし、わかったよ。ではわしの新しい大発明、ゴーゴーカメラ。ゴーゴーカメラ、略して GC で屋敷まで一飛びじゃ。あ、ゲームキューブね。ゲームキューブか。まあゲームキューブかはなんかね。今度も君の全身を転送できるといいがの。フェイフェイフェイ GC スイッチの。何でそんな短縮言葉になってるの。わー、まあ確かにこれっていうか英語だったらどうやってあれ、製品になるんだろうね。じゃあ頑張っていきましょうか。裏名刺屋敷。てか、てかさ、あれが長すぎるのよ。大山博士の話か。おお、あ、なんで空中に放り出されたの。これはばかりは意味不明だけど。おお、結局ちょっと不気味なところはあるね、これ。あ、なんだ、ていうか下画面見るとこんな感じか。ああ、そういうこと。まあ確かにこれ 3DS やから原作が。ていうか待って、なんか遅くね。ていうかこのゲームダッシュとかないの。X で上を見上げる。ああ、ゲートが開きましたよ。あ、閉じたりしたい。ああ、やっぱり勝手に閉じた。なんだ、え、あ、応答が来た。オッケー、DS を取り出して、なんだ、ルッチ君、ルイージ君、聞こえるか。聞こえるよ。わしじゃ、親バーじゃ。
ベースだろうから DS に通信じゃ。こちらからも君の顔がよく見えるわ。あ、これ顔つきなんだ。これで離れていても心は一つじゃ。フェーフェーフェー。どうやらまだ怯えてるようだの。とにかくまずは落ち着くんじゃ。こんなに性格が曲がっておいては見えるものも見えなくなるぞい。ほれ、背筋を伸ばしシャキッとするんじゃ。わかったかの。ちなみにの、歩いてるときに B ボタンを押したままにするとダッシュできるぞい。あ、B ダッシュか。そういうことね。それも試してみるんじゃ。OK、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 OK。あー、これ B ダッシュ。なんかマリオカートのカートでやりそうだわ、これ。待てよ。どれだ？とりあえず何かないですか？待てよ。とりあえず、まずそこ行ってみる？あ、なんかあるかな？ん？なんだ？開かないな。え？開かないけど。あ、本当に開かないね。何かあんのかな？え？待って、周りとかなんかあったりしないのかな？これって。てか待って、なんかあるんだけど。おー、コインが飛び出し、コインが飛び出してきたんだけど。おー、いいね。そしたらば、こっち行くと、あ、なんか X で見られる。これを見ると、あ、ガレージ。なんかお化けがいるな。おー。なんかそういうことだってんだね。ああ、逃げてった。ああ、やっと終わった。なんか勝手にやめれないのがちょっとあれだな。待って、右側は、あ、なんかネズミがいた。あ、鍵持ってる。鍵持ってるよ。うわあ。ルイージもビビったし。取り付け？待って、どこ行った？ネズミがどっかに行ったぞ。ああ、いた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 。つけ、まずいな。いけ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 、待て、頑張って追いつけ。オッケー、ナイス。ネズミの方が遅いんだね、意外と。オッケーオッケーオッケー。あれ、あ、ネズミ逃げてったね。よし、じゃあ鍵開けますよ。よし、じゃあ行きますか。おい、ここで X ボタンで鍵を開けていく。お、そうすると、あ、鍵が消えた。鍵が勝手に消えることあんだ。っていうか、鍵のない方でドア開けるのもなんかちょっとあれだな、これ。ん？そして、おぉ、ドアも勝手に縛るんだ。なんかあるかな？あ、あそこか。びっくりマークがついているのがあそこだね。X ボタンで、なんかあるかな？これは、お、オバキュームが入っていた。おー、ナイス。そう、リージマンションの相棒であるこのオバキュームがね、結構役立つんですよ。おー、これで何でも捨てるようになりますね。おー、お気に入りしているけど、あ、なんか閉じ込められてんだけど。あ、なんだなんだなんだ。あ、ここで応答だ。なんだ？はい、ルイージくん、推しじゃん、ウェバーじゃん。ふえふえふえ、無事に見つけられたようじゃの。さすがルイージくん、そうじゃ。それがわしの発明した掃除機。そんなもんおまけるじゃ。使い方は簡単、ZR ボタンを押して吸い込み開始じゃ。まずはその辺に落ちているものを吸い込んでみたらどうじゃ。お、吸い込みか。じゃあちょっとなんか持ってみる。おー、あ、なんかいろいろ吸えるね。待って、これも吸える。あ、これで捨ててまた出られるようになってた。待って、ちなみになんかあったかな、これ。あ、なんかあるね、これは。これは、あ、またなんか出てるね。なんかボールとかで遊んでるようだけど。あ、なんかお化けが怒らせちまった。お化け同士で何の争い、それは。何の争いかよく知らないが。待って、これも捨てる。あ、捨てる捨てる捨てる。捨てたー。待って、これは？これはなんかないかな？あ、コインだ。いいね。これとか。あ、特になんもない。
なんもないのか。あ、これもなんかあるよ。あ、鍵、やったー。レス。てか、この鍵はどこで使うんだろうか。あ、また音が来てますね。イエロー。はい、何ですか。そうそう、バキュームに慣れてきたかの。よし、まあ、すぐに別のラムに帰ってくるんじゃ。と言いたいところじゃが、すまんがついでに、お化けを何匹か捕まえてきてほしいんじゃ。ん？お化けか？お化けだ、そのあたりにもいるはずじゃ。よろしくな、ルイージくん。そうそう、お化けウムの使い方を忘れたら、ガイドを見ると良いぞい。プラスボタンでポーズメニューを開いてガイドを選べば見られるからの。それじゃあ、という感じですかね。あ、お化けを捕まえるというミッションが出てきましたよ。ということで、じゃあ、一旦今回ここまでにしてよろしいでしょうか。じゃあ、次回ちょっとお化けをね、捕まえるところからやっていきたいと思います。ウィージマンションはね、俺結構全然やったことがないので、もう楽しみながらね、実況していきたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャン、ツイッター、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それでは、さよなら。